この催しは、清流の国岐阜文化祭2024の一環で、高山市千島町の日田世界生活文化センターには、伝統工芸品作りに欠かせない道具440点が展示されています。展示は、木工、刃物、陶磁器、和紙など分野ごとに道具と製品が並び、高山祭りの屋台装飾や一位一頭彫り、日田春景などで使われる飲みや、 刀鍛冶の砥石や研ぎ台、身の足をすくためのすき船やすけた、身の焼きを作り出すろくろなどが揃い、伝統文化の継承の大切さを道具という視点で来場者に伝えています。ぜひ会場に足を運んで、巧みの技を見て触って感じていただきたいです。 この展示会は休館日の火曜を除き今月24日まで開かれています。